今回の量を紹介します。今回の量は 1R 個室タイプですね。入り口を入ってすぐにトイレがあります。ウォシュレット付きです。反対側には洗濯機、その上に棚がちょっとあって、簡易キッチンはフライパンとかはないので、自炊したかったら自分で買わなきゃですね。でもしっかり換気扇もついてるので、まあ、炒め物とかしてもいいと思います。こちらがお風呂。お風呂もすごく綺麗ですね。さっきのトイレも綺麗だったけど、毎回清掃業者が入るみたいで、すごく綺麗になってます。ベッドのマットレスはちょっとへたってる感があるけど、でもまあそこまで文句は言えないですね。十分綺麗です。あとエアコンとカーテンについて、テレビ、あんまテレビ見ないんでわからないけど、なんかあれかな、ちゃんと番組とかもしっかり映るのかな。でクローゼットですね。今回は洗濯機も持ってこなくても十分な感じですね。こんだけあれば。部屋の広さ的にはベッドのあたりだけで6畳から8畳ぐらいで、あっちの、まあ、キッチンとか洗濯機とかのスペースがある感じです。これが今回の量です。綺麗で快適な感じです。寮には屋上があって遠くですが海も見えます。歩くと5分くらいで行けるのかな。今度行ってみたいと思います。さっきカーテン閉めるときになんだこれって気がついたんですけど、これこんなところに洗濯干すとこありました。向こうにもあって、多分こうやって物干しざおを引っ掛けられるのかな。この部屋はなんか首とか打てなそうだから、洗濯紐も無理かなと思って、なんかこうクローゼットにここに引っ掛けるのかなと思って、洗濯物を干したらしばらく開けとかなきゃなと思ったんですけど、こんなハイテクな機能っていうか、普通なのかもしれないけど、こんな量止まったことなかったんで初めて知りました。早速洗濯して干してみました。ちょうど布団の邪魔にもならないし、カーテンにもつかないし、いい感じです。テレビもつけてみました。リモコンがないんでね、いちいちこの後ろのスイッチで音量とかチャンネルとか変えなきゃいけないのがめんどくさいけど、もともとそんな見ないんでね。あとさっき気がついたんだけど、この左側のピコピコしてるやつ、これ Wi-Fi だったんですよね。ちゃんとパスワード言ったら Wi-Fi 繋がって、もう本当に完璧すぎるなこの部屋ってなってる。快適なリゾバ生活が送れそうです。ああ、そろそろシーツ敷かなきゃ。それでは今回の寮案内はこれで終了します。とても綺麗ないい寮でした。